この時間は鹿島アントラーズ対京都サンガ FC、 こちらの一戦をお楽しみいただきます。スタンドに詰めかけたサポーターの声援で会場はとてもいい雰囲気に包まれています。コンディションですが現在こちらは晴れています。好条件でのナイトゲームになります。このゲームの解説は元日本代表ミッドフィルダー北澤豪さんです。北澤さん、どうぞよろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。この素晴らしいスタジアムは徐々に熱気を増してきています。北澤さん、442のシステムで今日来ているんですが2トップです。これは監督何を期待するんでしょうか。そうですね、2トップだけで点が取れるということですよね、うん、2人だとうまく起点になってもう1人がこううまくそれにサポートしながら参加できるという形を作れればという狙いはありますよね。この2トップの機能なんですけれども、それぞれにどういう役割、理解、戦術理解、これ期待するんですか。そうですね、今日の場合でいうと1人ターゲットになってますので、はい、で1人シャドウで出てると思うので非常にこう2人でも攻めていけるんじゃないかなと思いますけどね、はい、トップがセット後のこぼれ球をその選手が拾うことによってチャンスが作れるという狙いがありますよね。はい、鹿島のキックオフでスタートです。鹿島アントラーズ対京都サンガ FC、サイドをご紹介しましょう。右から左に京都、そして左にエンドを取ります。鹿島アントラーズ裏へ出るか、キーパー前へ蹴り出します。アーチのようなパス、この辺は人に対して厳しくいってますよね。まあクリアが精一杯ですよね。裏を狙っていきます。いい形でしょ。さあ抜けた、いけるか、ふわっとしたボール、これは繋がりません。まだある。さあ来たか。これ仕掛けるか。どうだ。もうこれいいでしょ。シュート。ルーズボール。さあここでカウンター。渡ります。裏のスペースを狙う。これいいでしょ。抜けた。ここは通しません。いやー、よくこれ守りましたよね。気迫を感じましたね。さあ中央へ。ミドル。いやナイスセーブ。そうですね、ディフェンダーは完全にキーパーに助けられましたね。これいや枠捉えてましたよね、今のボレー。そうですね、しかしまたそれ以上に素晴らしい反応を見せたキーパーです。中央へ、しっかりと抑えました。おっと、おいい形ですよ。さあ来たか、どうする福岡、長いボール縦へ上げてくる。これを拾いたい鹿島アントラーズ。中上げる、危ないシーンでしたがここはクリアの対応。さあつながるか、こぼれてる、一旦前を取る。もうこれいいでしょ、いけるか、どうする、ボールはクリア。前線にボールを送ります。京都は先ほどからクロスを入れるシーンが多いですね。そうですね、サイドに渡ったらもう中は結構準備してますよね、はい、まあクロスを印象付けるとサイドにボールが渡った時に中央のディフェンダーを釣ってこれますからね、うん、中はもうこれいいでしょ。サイ抜けた、シュート、いや素晴らしい。前半終了の直前、ここで得意のカウンターがまさに炸裂しました。フィニッシュまでの形、北澤さんいかがでしたか。そうですね、得意の形でしたし相手もついてこれなかったですからね。チームとしてのストロングポイントで奪ったゴールですからね、これは自信深まりますよね。いやー、どんくさなタイミングでスペースを生かしましたね。いやパスを受けるタイミングが絶妙でしたよね。しっかり出しててイメージが共有できていないとこういうもらい方はできないですからね。相手ディフェンダーも一歩対応遅れてましたね。こういうコンマ何秒の判断の差で成り立っているのがフットボールですからね。そ
そう考えると見事なゴールですよね。鹿島先制ゴールが決まりました。1対0。1点取ると多少余裕が出てくるんですけど、はい、そのゆとりをどうプレーにつなげていくかですよね。なるほど。金子サイドのスペースへ走らせる。左から上がっていきます。中に合わせてくるか。どうだ。コーナーキック。上げてくる。どうだ。これは合いません。ファーサイド、どうだ。どうだ。同点京都。いや素晴らしい。いやこれは北澤さん、いやこれはまたすぐに追いついちゃいましたよね。今日は動きのあるゲームになってますよね。クロスを頭で流し込んだ。いいシュートでしたね。焦らず落ち着いてしっかり頭で決めてきましたからね。もう今のコース打たれたらキーパーはしょうがないでしょうね。コースを狙って振り抜いていった感じですよね。気持ちで打ち込んでいったシュートに見えましたね。これは京都どうとリスタートと思いきや、ここで笛。見応えのある好ゲームです。1対1の同点で前半終わりました。振り返ってどうでしょう。自分たちのペースをしっかり作りながら、本当にお互い互角なサッカーをしていたんじゃないかなと思いますね。後半どうなるか全く予想がつきませんね。鹿島アントラーズ対京都サンガ FC、 前半戦って1対1同点で折り返しています。さあ後半です。ファーストハーフはお互いに1点ずつと、それなりにゲームに動きがありました。スルーパスを出す。このスルーパスは通りません。安西、上田、長いボールを送ります。裏を狙う。いいボール。このパスが抜ける。もうこれいいですよ。沈んでシュート。決まった。勝ち越し。いや素晴らしい。後半開始早々ゴール。ただいまの得点、中盤で奪ってからの攻撃、どうご覧になりますか。いやチーム全体で非常にうまく攻められましたよね。奪ってからフィニッシュまでの流れ、手本になるような見事なカウンターアタックでしたよね。今日2点目です。もうここしかないというコースをきっちり決めてきます。コースを狙って振り抜いていった感じですよね。気持ちで打ち込んでいったシュートに見えましたね。これは京都はここで選手を変えます。さあ京都、同時に2人の選手が入れ替わります。さあ鹿島、待望の1点をもぎ取っています。スルーパス、松田からパトリック。どうやるか。山田クロスを選択。直接行ってしまいました。鹿島としてはやっぱり後半入っていきなり点取ってますからね、いけるっていうチームのムードになってますよね。裏のスペースを狙う。どうだ。これは直接キーパーへ。いいボールだ。名古さあどうする。京都としては守備の裏のスペースを相手に取らせないことが最優先みたいですよね、はい、先ほどからマークの相手にあまり近づきすぎないようなポジション。カット。これいいでしょ。これはどうだ。シュート。来た。アントラーズ。いや素晴らしい。大きな追加点。いやドンピシャなタイミングでスペースを生かしましたね。
そうですね、見事に相手ディフェンスを翻弄しましたよね。これは普段絶対に開かないところにバイタルできましたからね。崩し方も良かったですけども、さらにこういうチャンスを確実に決める正確さがまた素晴らしいですよね。もう今のコース打たれたらキーパーはしょうがないでしょうね。コースを狙って振り抜いていった感じですよね。形で打ち込んでいったシュートに見えましたね。これは京都はメンバーチェンジがあるようです。さあ京都2人の選手を入れ替えます。さあ鹿島、これで2点差、リードを広げます。鹿島としてはまあプラン通りといったところでしょうかね。今日はうまくいってるんじゃないでしょうかね。はい、佐野、ここで前を向けるか、裏へのスルーパス、フリーで打てる、これはポスト、うわ大きく縦へ、右サイドへ振って、さあカウンタースピードを上げたいところ、スルーパスを出す、お、いい形ですよ。これはどうだ、ここで受ける、ミドル止めた、いやコーナーキックです。どうする、上げてくる、どうだ、頭、京都絶好のチャンス、ものにできません。いや、ただこういったね、いいプレーをしとくと少しずつ変わってくる可能性ありますからね。京都チャンスを迎えたシーンがありました。両チームともメンバー交代があるようです。キーパーから前線へ、プレスからボールがこぼれる、広瀬、ここは対応します。さあ右へ預けて、ここはつながりません。鹿島、立て続けに選手を入れ替えてきます。名護、先ほどゴールを挙げたんですが今日はここで下がります。ここで受けて、福岡、山田、縦へ送る、ここは通しません。さあ一気にカウンター、残りでしょ、これはどうだ、シュート、キーパー、いやいや、ナイスセーブ、いやいい反応ですよね、アインセーブですよね。これは金子、アーツのようなパス、いい展開ですね。ラを狙っていきます、これでしょ、オフサイドですね。縦へ、プレスからボールがこぼれる、スルーパス、お、いい形ですよ。ここは通しません。カウンターを仕掛けます。このパスを防ぎます。ドイ、プレスからボールがこぼれる、イオハ削ってしまいました。注意に終わりました。セットプレーのチャンス、ここで追加点のチャンスです。どうだ、これいいでしょ、シュート、京都完全にディフェンスが一歩遅れた形になりました。しかし惜しいシーン、まあ、もともとミドルが得意なプレーですから、もう隙があれば打ってきますよね。リスタートしたところで長い笛です。3対1、鹿島、見事勝利を収めました。さて北澤さん、今日のゲーム振り返って何かございますか。鹿島としては攻撃的で非常に迫力がありましたね。素晴らしいシュートシーンも見れましたしね。はい、ありがとうございます。さあ皆様、お別れの時間となります。解説は北澤剛さんにお願いいたしました。北澤さん、ありがとうございました。いいえ、どうもありがとうございました。
feels good.